こちらはね、夕刻のね、すすきの交差点ならいいんですけどね、おはようございます。これは、札幌クラシックね、イオンでね、まだ残っていました。まだ残っていました。というより、私はもう注文かけていましたからね。まずね、まあいろいろ1ヶ月ね、純寝たきり状態ね、私は。純寝たきりでね、クソとしょんべんはね、自分でいけますからね。いくらね、半ね、純寝たきり状態でもね。垂れ流しようと汚いものってありませんよ。そんなことは私ね、自分でね、いけます。まあこれ空っぽですけどね。まだあるんですよ。まだあるんですよ。ハイボール。カイドハイボール。まだ私抜けていません。この10月のね、クソ暑いね。よくね、我慢できますよね。こんなクソ暑いのね。ね、先月、ね、北海道の稚内の沼川はね、マイナスの気温でしたからね。なんかマイナス見ていますとね、5度なんか暖かいですね。まあそれに比べてるとね、神戸人弱いです。5度なら寒いと言ってね、震え上がりますからね。私はもうそんな寒いの慣れています。雪国育ちですからね。そのオーバーのではありませんけどね。もうこれは空っぽですけどね。まあまずね、こんなとこね、うざい、このね、ここの看板ね、これ。これね、見学無料といってね、これはね、ぼったくりなんですよ。見学無料といってね、こんなものに私騙されませんから。見学無料といってね、勧誘されますからね。そんなの私騙されません。その名前にじゃありませんからね。強くできますから。まあ飲んでもいいんですけどね、ちょっと診察、ね、ありますから。サティホ34番、患者待機中です。23、家畜積みです。Now bus approaching。これで山陽バス、ボロ儲けですよね。まあ、ボロ儲けね。ボロ儲け。高台に帰るにはね、津波の心配ない。ね、結構な話ですよね。確か津波のね、被害、まずね、まずこの中で、私が津波にね、もしマンションね、津波がね、到達すればね、私はまず犠牲ですけど、もう逃げます、その時は。まずは逃げますよ。まずは逃げますよ。ね、私も行きましょう。まあ、家畜積み込んでね、バスの中は満員、ね、田舎のバスが羨ましいですよね。一日ね、日本のバス羨ましいですよね。一日日本のバスね、ついていますからね。30分が長く感じます。新幹線まだお酒ね、通路さんにね、お酒のようにね、
これは空っぽです。まだ食っておりません。まだ空酒です。家畜積み込んで満員でね、均一料金なんでね、整理券は整理カードタッチ面、なんか変ですよね。あ、今日からね、バス値上げです。私関係ありません。こんなところのバスね、金払うならね、私増産で出しません。必要ありませんか。あ、今航空機上空ね通過です。いいですよね。こんなところからね脱出とこないたいですよね。生まれ変わる札幌の地に君の名を書くオリンピック大変。まずもう神戸空港無事に、ね、着陸することが一番ね、もう幸せなんで。ね、なんか北海道地震ありましてね、気になってきました。まあ神戸なんかね地震来ました、私関係ないんで、ね、まずね東へ逃げればいいんでね、地震なんかね到達するから私は関係ないんで、相変わらずということはね、まあ神戸市大場ですからね、塩屋中学校か垂水東中学校、私はそんなところに避難いたしません。まずトラブルの温床です、間違いなくね。私は黙っていませんから。自力でね逃げます。命はねどなたも助かりたいのはもう共通事項なんでね、事故はいけませんけどね、共通事項なんで。タクシーはそれでねぼったくり幸福神戸のね組合に脱退いたしました。ちょっといろいろね嫌なことありました。もう脱退しますからね、もう買い物はね一般の利用者ですね。まあ客とはなかなか話はなんかロレツマーキーですね。まあ何食えばいい。078うざいですよね。078ね、072だとねオナニーなんでね、そんなこと私は行いませんよ。本日はね足は痛風発作、ね、重症痛風です。ご覧いただきましょうか。重症痛風です、私は。ご覧のかなりのね、足はだけどね立てます。別のところは立ちません、当然です。それけどね、いろいろね前回でもポー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 ね、あれでもね3文字ねそのまま収録いたしましたけどね、まあいいんじゃないですか。草がボーボーね、これ博多駅でね申しますとってねまあ言ってもいいんですけどね、博多駅でね、あ、今日は東海道地です還暦なんですよ。私もあと3年で還暦ですけどね、東海道新幹線還暦です、60周年けどね、最近はもうなんか車内でね航空機と違って、ね、好き勝手に行っているんでね、私はもう来年はね航空機でね乗ります。
即注意ですね。わがまま将来ね、新幹線ももう大衆の乗り物になりましたからね。うざいですよね、この078ね、これ078ね、これね。そっか、クソが。まあ、頭で見えないようにしますけど、これ私こういう無料だからね、こういうこと嫌いなんですよ。まあまあとね、罠に引っかかりますから、じゃあそんなこと気をつけていきます。タクシーは日の高いうちからね。まあ全員ね乗せきれないんでね、結局ね次のバスに待つんです。まあ私はまだねバスに乗車しない分まだいいです。はい、今航空機図がいたします。18時何分でしょう。もうあの1ヶ月間ね、はあ、もうま回復していません。変でしょ、お酒飲んでね血液検査良くなって、お酒飲まない1ヶ月間がね足が悪くなって、ね、矛盾しています。バスは満員です、バスは満員です。私らもうね倒れます。まあ、閉まらないほどね乗車していますから、実況で私はねご説明していますから。ですがねまだね、あ、どうや、よくこれで我慢できますね、バスの前でね、バスの前で私らも我慢できません。こいつらはね、1日2本のバスなんか到底ね、持ちませんから。私は2本でもね、まだ4本ならね、ほんと幸せです。1日4本なら幸せです。ね。大平原の中ね、いいですよね。うざいね。家の密集地帯なんかね。あの大恥ね、あの兵庫県の大恥ね、斎藤のクソバカ野郎ね、あの知事ね、前回ね井戸のクソバカ野郎ね、ということは選挙でしょ。私は選挙権ね送り返します、受け取り拒否で。多分ね宗教ね天理教を返しましたから。私が言えばね、私はマンションのね自主監視役員長ですから、うるさいんでね、私はね書いてることね分からないのか、とっとと、うざいんでね、この078がね、どうしようもないですね。078消えますと私の顔が消えるんでね。本日ね、それで ゴミをね、買いました。袋に入れています。これはね、あの名古屋市のゴミ袋だにゃいや、結構役に立ちますよ、これ。神戸の名前に貼ってね、こういうこと絶対行いませんからね、無駄なことしかしませんからね、丈夫なんですよ。私は恥なんか知りませんから、ね、新品のものね、これはゴミ袋のゴミはね5キロ入ります、十分。あのなんかね、こういうの豚の袋ね、
わけとかなんかわけのわからんね。わけるととね、わけと。ね。よくあの意味がわかりません。まあこれ買っていればね。ね、これはこれでね、札幌のゴミ袋のね。ということはね、もう、あの、神戸なんかに全く愛着がないということです、私は。まあ、それはね、豚の袋はね、もう買わないと仕方ありませんから、ゴミ持って帰りませんからね。うるせえんでね。私ところはね、マンションの方ね、夜中にゴミ捨て行ってますよ。うるせえんでね。注意されてもね、無視してね、帰られてる話、以前からそうです。私も夜中に行きます。誰でもそうでしょ。ゴミ屋敷なんかなりたくありませんよ、家の中。それを未然に防ぐためにはね、夜中にね、朝の5時からね、8時、ね、バカにするの、ね。以前聞いたことね、清掃局ね、清掃局なんで分かりませんけどね、神戸はね、イノシシがね、いや、イノシシなんか見たことありませんよ。イノシシなんか、ね、見たことありませんよ。私はね、キタキツネ、ね、それとね、クマですよね。まあ、まだクマはね、なんか私ろれつが、まあ今日はね、もう、夜になるかないかわかりません。早く帰ってね、ほとんどの方も早く家に帰るんでしょう。あれは意味不明なこと叫んでる。私はこれ収録ですから、これね。意味不明なことを叫んでいます。私は収録なんで、これ。まあね、収録中の札はありませんけど、ね、私は商売なんで、これね。先ほどのクソ時期はね、意味不明なことを叫んでます。多少いくら飲んでてもね、わかります。次のバス停です。あれ、40分前、50分前後にね、来てくださいのことで。まあ、患者もいろいろ、もうこれだけね、気温が高ければ、まあ、具合も悪くなるんですよ。それでも1ヶ月に1回ね、決めてきていますから。これね、なんかテレビでも聞けてる。高い金払ってね。あ、それはね、まあ金のある方はね、それスポーツクラブね、金払うでしょう。無駄なね、あれは無駄な金です。ね、そんな金使うならね、新千歳まで往復のね、航空券ね、購入可能です。無駄です。まあそれは好きな方好きでない、いろいろねやりますからね。それはもう私はどうのこうのね、権利ありませんか、ね、うまい話には罠がある、当然なんですよ。私はもう十分ね、太鼓さんもそれでね、もう罠にはまりましたからね。私は怒りましたけどね。もう私も罠にね、はめられそうなのありますけどね。まあ今日も話しました。心療内科でね。半額買う人間はね、まあ言えば、まあ無駄遣いしています、あれは。あれは無駄遣いしています。無駄遣いしています。これ、ね、人のね、映らないにするのは大変ですね。はい、ここはね、ここはこう
乾かいです。乾かいです。ね、いくらね、次から次へね、バスが到着してもね、もう運びきれません。私ならもうギャップです。私ならもうギャップを越します。ギャップを越します。ギャップを越します。あ、それで、まあ、北海道中央バスね、1回2回、多分ね、山陽バスね、古くなれば北海道中央バス売り飛ばしてるんでしょう。まあ、それは分かりませんけどね、詳しいことね。まあ、そのようなニュースにはなっていませんからね。石に刺されましたね。よくこれだけのね、まあ、人間乗りますよね。タクシー利用すると確かに高いんでね。じゃあね、今日から値上げしても230円ね、安いですよね、まだね。こいつらね、10分でね、300円とか400円なんですね。それでこそね、バス会社にね、クレームつけるんですよ。まあ、田舎なんかそれ普通なんでね、500円なんかもうすぐにね、もう、あっという間に値段上がりますから。値段上がる代わりにね、自然が、まあありますけどね。書いてあっても英語が全然ありません。KTV なんかただの KTV ね。KTV をね、STV、STV でね、011にしましょうか。ね。あ、バスがね、家畜積み込んで満員で発車です。バスはもう落ちません。草がボーボー、ね、草がボーボー。はい、私は放送禁止だから申していません。あ、今日ね、それで一つ忘れました。今日イオンね、サービスカウンターの方ね、私の好みの顔の方いらっしゃったんでね、口数は非常に少ない方ですけどね、私中野涼子さんかと思いました。その方名前はね、それはね、どうのどういう方かと、それは私自由なんでね、私が初めてお見かけしてね、私のあの方好みなんです。とにももう和風女性というね感じでね、それは年齢はね、まあ私の推測で62歳届くと思いますけどね。まあ、それはね、私のね、それはもう、自由なんでね、申すことは。何もね、個人様の名前申すわけじゃありませんからね。ただね、そのサービスカウンター、まあ、いろんな方いますからね。ブスもいますしね、デブもいますし、いろんな方いますからね。ああいう方、本当に珍しかったですよ。口数はね、確か少ないです。まあ、対応していただいてね、パンを見て、中野涼子さんと思いますから、ね、それはね、なかなかね、私の好みなんか分かりません。私はね、金髪嫌なんでね、茶髪ね、アバズラね、高身長嫌なんでね、デブも嫌なんでね、私デブも本当嫌なんでね、デブ本当に怖いんで、私もデブでしたけどね、元はね。まだね、バス来ますから、まあ、これで乗せきるか乗せきらないか、
今こう話してるのはいいんですけどね、私もあのそろそろね忘年してますと再び44うん、ねえ、いくつになってもね、やはり、ね、私の好みは好みなんでね、まあ、それは言うのは私自由なんで、好きとか嫌いとかね、逃げていないね、もう私も嫌いな方多数いるでしょ、それはもう言っていただいていいんでね、何の影響もありませんから。都庁の方がね、まあ、中にね、イオンの従業員さん、視聴者さんいらっしゃってね、あどのか、あこの方かってもう分かっちゃいますね。いやそれは別にね、あのいいんだよ。和風の顔の方でね、もうノーメイク、ノーメイクで、口数少ない方で、アイスとかそういうもんだよね。やっぱりね、外見ね、まず見ましてね。私はもう好みか好みでないか私はもう判断つけますから。中野涼子さんもそうです。そうでしょ。あの外見ましてね、私あの好きですからあの方ね。年なんか関係ないんです。あの呼ばれましたので行きますそれじゃ。意外と早かったですね。優先順位がね、どんどんと変わります。まあ今日はね、もう多少のんびりしていました。ではね、まあ最後に一曲で、ポンポコ札幌たぬき工事はポンポコシャンゼリゼでね、もう今日はもうとりあえず一旦終了いたします。いや、まあ、診察向かいます。看護師さんお呼びに来られましたんで、それでね、あの読売優勝しましたね。私は嬉しいですよ。タイガースね、あの2位でしたね。まあ一応クライマックスシリーズはね、まだね、あの最下位争い中日とヤクルトね、まあ、どちらもどっちですけどね、もう私は分かりません。まあ、タイガースね、昨年優勝したのにね、今年まで優勝しなくていいんですよ。あんな柄悪いね、あのファンなんかね、私はもう怖いの逃げます。読売ジャイアンツ優勝万歳。じゃあ行きます。